未開封50くらいあります。これは今までずっと開けてきた開封動画ありますね、あれの端数です。端数毎回毎回レアが1枚は出るように開けてきたんですけど、まあだいたい14くらいに1回ぐらいでしょ、レアのチャンスが。14クレとか13クレに1枚の確率で硬いのがあるんですが、それの端数だいたい10クレずつね開けてって3枚とか4枚とか余るわけですよ、いつも。それの端数を集めて今ここに50クレあります。正確に言うとあと40クレあるんですけど、今日はこの50クレを開けて東圭吾選手出したいと思います。おー東圭吾、おー東、まあ、そういうことなんですよ。なんでかっていうと FC 東京新しく2018年バージョンやりたいと、そこに東圭吾選手が必要なんです。なぜならスーパーサブを持っているから、ディフェンス値もね10割、そんな素晴らしいカード入れないわけいかないんですよ。あのミッドフィルダー不足ですから、 FC 東京は WCCF 界では、WCCF の中ではフォワードばっかいるんですよ。フォワードばっか開けていくよと。マジで東選手当たんないと本当あので、始められないんでね、買わなきゃいけなくなる。もうすぐ始められていけないんですよ、モード買いがあるから。でも出てないと、まだそうなってくると買わないといけなくなる。あんまり買いたくない僕は。もう出なかったら買うけどね。もう長友選手、これもねもちろん FC 東京では使えますけど、でね、この中にはねレア入ってないですから、入ってたら私の指の感覚がいかれてるっていうことになります。普段の指の感覚がいかれてるっていうことになるので、なんだろうな、まあまあ雑談しながらね開けていこう。スターリング頑張って、チャンピオンズリーグ頑張ってくれ。あとは欲しいのあるかな、まあ J リーグが出てくれると嬉しいですね、やっぱりね。だから端数だけでこんだけ溜まるわけですよ、端数だけで。だどんだけ蹴ってんだっていうことになるんです。まあ私はフルブーストなんで、まあ急にフルブーストやつなんで、正確に言うと今まで排出させてこうやって開けてきた枚数の3分の1育成とかに使ってるってことになるんですけど、毎回フルブーストだから。水本選手 J1 枚目は水本選手、はい、1,2,3,4,5,6,7,8、 これが9クレ目ですね。まあ出るでしょう、90クレもあったら。今回これでは50クレですけど、おっと被ってると、すでにこれが10クレ目出るでしょう。待て、被ってんぞ。配列の順番としてもこの後パパサソプーロス出るか、これが11クレ目あ、出ない。あ、エドワルドネット、ネット来ました。ポンちゃんにあげよう、これは。まあ出てくんないと泣いちゃうわけです私は。明日新宿のねフルコンプとか行って買わなきゃいけなくなる。売ってるかどうかも分かんないしね、実際。ペロッティ、はい、まあいい選手ですねペロッティね。うん、フィバではね80ぐらいなんですよね、能力が。ボルチ、うん、もう15クレ目よ。まだ J リーグ2枚、まあ、そう簡単に出るとは思ってないよ、そう簡単に出るとは思ってないけど。上田直道3枚目、 J リーグ3枚目。まあ90くらいあったらさ、青赤1枚ぐらいあるでしょ、青赤1枚ぐらい。メルテンス能力すげえ。コーチーニョ、まあそうですね、これは暇つぶしに見てくださいね。これはお堅いの出ないんで、きっと出たら私の指の感覚がバカ。まあこういう動画もいいでしょ、たまにはね、たまにはいいと思うんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 これで20クレ、これでもう20クレだよ。20クレのうちに3枚か、 J リーグは結構厳しいな、やっぱなんだかんだ結構厳しい気がしてきたな。ねえ、なんだかんだ結構厳しい気がしてきた。アグエロ、これが22クレ目、はい、ホセマリオ姫です。23クレ目、ロバートソン、アーリークロス重視、ちょっと使ってみたい気がする。24、アレックス・ビダル、いやなかなか厳しいから、やっぱり J 出てこないな、やっぱり J 出てこないですね。25クレ目、半分折り返し、ペロッティ、いやかぶってんだよなんでかぶってくんだよ、かぶってくんのおかしいじゃん。あ、こんだけカードの種類あってさ、だってカードの種類何なんの、だってそもそもまずこのバージョン 1.0 で272でしょ、272足す J リーグのカードってことでしょ。
遠藤航。遠藤くんはね、持ってんじゃないか。272たす72か。そうだね、350枚ぐらい。350枚あるカードが被って出てくるって、もうそれはさ、もうね、絶対出やすいカードと出にくいカードあるんじゃないかって疑っちゃいますね、それはね。1,2,3,4,5,6,7,8,29クレ目、ダニーロ。いや、なかなか厳しいな。これが30。トリッソ。まあ、トリッソは素晴らしい選手よ。白だからね、WCCF だわ。まあ、すぐ黒になるでしょう。ディフェンスもやっぱ上手いし、ディフェンス10じゃない、絶対に、トリッソに関しては。31クレ目。グリーズマン。32クレ目。ラウル・アルビオル。くそ、出てこないか出てこないんか。33クレ目。プリシッチ。厳しいですか ?34 クレ目。J リーグがやっぱ全然出てこないね。ピケ。やっぱ少ないんだよな、排出枚数が。35クレ目。ねえ。そういうことになるのかな ?36 クレ目、デニス・スアレス。なんか出るって楽観視してたと自分が恥ずかしいわ。こうなってくると。全然余裕で出るでしょとか言って思ってたんだけど。3層ね。そんなことないのやっぱり。そんなことねえのかな ?38 クレ目、オーラ・メンディ。これ39だよね、多分。うわ、マジか !J リーグ出てこない厳しい厳しいよ西野野球10。これ40くらい目。丸山雄一。おやったぜやったぜやったぜ。まあ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 、9大点はね、9大点は収めた。丸山雄一。雄一さん、ありがとうございます。9大点は抑えたけど、ラスト10だよ、これ。ラスト10。え?宮沢選手。札幌、宮沢選手、来ました。いいよ、J が続いてます。42くらい目。コバチッチ。いや、コバチッチすごいですね、最近。めちゃくちゃいい。3、4、3、うん?マネ。あと1枚ぐらい J 来い。あと1枚ぐらい。頼む。頼みます。44クレ目。ケシエ。厳しい。厳しい。45クレ目。スターリッチ。なかなか厳しいか。46クレ目。ブルーノ・ペレス。47クレ目。48、49、50、そうだね、47クレ目。イカルディ。くそ。マジか。48クレ目、出ないか。全然出ると思って楽観視してた。自分がはずい。49。ジョーダン・ヘンダーソン。左手がね、可愛いですね。腰に手を当てて。ラスト。これにかける。東敬吾。降臨ミリク。くそマジかマジか、厳しい。ちょっと並べ替えます。まあ、未開封50くらい開けていったわけですけど、白カードから紹介しましょう。こんな感じですね。3枚も出てるやん。はい、で黒黒も何枚か被ってるな。ボヌッチとか、で J リーグはここからこれですね。1,2,3,4,5,6枚。50クリア開けて J リーグ6枚か。なるほど。ちくしょう東敬吾どこにいるの。CD がすいません絶賛発売中ということですね。絶賛発売中で Amazon と、はい、iTunes とぜひ皆さんポチってくださいと、はい、このじゃあプロモーションムービーちょっと流しましょう。あ、ぜひぜひ、はい、どうぞ。振り払えず眠る
後悔から学び形にすれば差し込む朝日、まあ、どういったコンセプトで僕はラッパーとしてヒップホップやってまして、はい、サッカーも大好きなんでそんな僕しか歌えないっていうことを、まあ、曲にしたくてサッカーの曲だけ集めた11曲をラップにしました、はい、それはオシムさんなんですね。これオシムさんで、はい、人生はフットボールのもんだよって僕に教えてくれてるわけです、はい、なんでオシムさんの名言使った曲もあるんでこの10曲目は、はい、フットボールバイブルフューチャリングイビチャオシムっていう、はい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 、なんでこれはオシムさんがこれを知って訴えてきたら僕負けますね。そうですねだけどオシムさんは日本にいた、はい、足跡を残したいっていうふうに本に書かれてたんで、はい、その足跡に僕はなろうと思って。ああなるほどですね。じゃあオシムさんに踏まれたってことでよろしいですか。そうですそうです。もうガンガン踏んでもらって、はい、わかりました。オシム女王様に僕はもう踏みまくってました